ほら、私は別に重箱の吸い付きわけでもなくって、ほら、こういうことなんですよ。そして私たちって民間企業やけんさ、利益追求してなんぼってやっぱ思うやない、当然。それが仕事やったら、ね、公務員じゃないけど、それ上げとけば仕事じゃないけんさ、だんだんどうしても、一生懸命やればやるほど、その、別にわざと、見切りにするとかじゃないっちゃけど、もう、端折っていくわけよ、どうしても人間って、どん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 ね。ただそこで注意受けたときに、あ、申し訳ありませんって、全処しますと。いうことでちゃんとこう原点に戻らないかん時があるって、特に若くて本当に仕事を乗ってきたらもう本当にこう利益追求していくというのが当たり前の姿になっているけ、でその前にね、今日昨日言ったのは結局ね、許可をもらってそこで仕事してるその方たちが見に来られるっていう時にその閲覧しやすい状態に整えておくっていうのは当たり前だろうって話を私したんだけど、ということでこうやってね、はい、注意を受けるということなんですよ。だから質屋は民間ではあるけれども、その盗品とか造品に関しては税関的な役割を担って仕事をしてるという、本当にこれはそういう仕事なんです、はい、だからちゃんとああいう売り渡し書、はい、七仏台帳、それから入室申し込み書、あれをきちんとで要は決まりだからそれじゃダメなよ、そう自分の頭で考えないと、西郷隆盛がなんていうか座右の銘にいつもしてたのらしいんですけどね。で一刀を掲げて暗夜を歩く、暗夜を裏ざ、これとにかくね、自分がもっと自らを透明落とせよっていうのではないけど、自分がちゃんと光を持っとったらそれを暗い道を歩くようなもんなんですよ。答えが決まってないっちゃいけ。だけどその自分が保しとその光をね、信用しろっていう言葉なんやけどね、私は結構こんな気持ちでやってるんですけど、で若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちずだそうです。なんか勉強する勉強するってわかるやろ、それなんて書いちゃうかわかる、言いようことわかるよね、なんて言うしたとそれ、これの一番あれなの、これいっぱいあるって言葉5、6がいっぱいで、その中から1000語ぐらいいい言葉があって、その中から100ぐらい出して自分の座右の銘に沿ったっていうのがその西郷隆盛なんやけどね。これはだけ春風を持って人に接し、周相を持って自ら慎む、人に優しく自分に厳しくて意味ないけどね、これは自分のあれ、これなんですよ、とにかく。どういう意味これ、これはね、大体でいいよ、これどういう意味これ、なんて言うよ、若く読んでもらっていいですか。あ、これ少なくて、これね、若くって読むんですよ、若くって読むんです、これ少ないっていうのは少年って意味やけん、これ少年の少ですよ、だけどこれ若くって読むんです、若くっていう、はい、はい、これは壮っていうのは壮年のことです。壮年、壮年っていうのは大体30代から40代のことを言います。で要するに今学んだら私は老いて衰えないっていうことなんで、だけどこれ私が壮年なんですよ、だからあなたたちはこっちなんです。で置いて学べばすなわち朽ちない、腐らないってっていうことです。朽ちるってこの字です、木片にこれね、朽ちずってだそうです。で、分かった、もう勉強する、誰からも勉強する勉強、だって先生も勉強せず書いてあったもんね、領書とか新しいいい作品とか、なるべくこういうの見とった方がいいよっていうのは今までそこそこ私はあなたたちよりも バイトまでは言わんけど、そこそこ人生経験がありますので、領書とかいい作品というのは知ってますから、それはぜひ推薦しますので、見る読んだり見たりする機会をぜひ作ってください。だから若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、だけど若い時から頑張りよったら30、40で何か形になりますよって、でその30代、40代でまた学べば年を取ってから衰えることがありません、で老いてからまた学んだら結局その亡くなって腐ることがありませんと。もうだって80過ぎの先生本読みよしゃじゃもいっぱい、うん、ということなんですよ。
こういう意欲がある人はずっと青春なんですよ。あの終わった要するに学ぶこととか好学心がなくなったらそれが、うん、あの衰えるもとなんですよ。あの見た目はそれもちろん衰えていきます、どうしても可燃とともに。だけど頭とか筋肉とかはね、あと使えば使うほどあの精度上がっていきますので、なので精神的にあの真面目で熱心なこうなんていうか癖をつけとくとこれでいけるわけですね。だけど今きついかもしれんけど、それが習慣になったらきつくなくなるんですよ、うん、うん、きついやろ今むちゃくちゃきついむちゃくちゃでもないでもあの結構、ね、きついけどあのそういうことなんですよ。でこれはあのとにかくあのあれです、原子力、原子力、まあ、言葉ぐらい知っといてください。これはもう原子力、ここあの心出しのある人はいまだに政治家なりその本当に正しいあのなんか一つ一本何かやろうと思ってした人はみんなこれ持ってます、知ってます。あの学び続けることの大切さっていう力、原子力、40歳から80歳にかけてずっといろんな言葉があの残しておっしゃった。で西郷隆盛があの 大事にしとったあの言葉がいっぱいあってという中の一つなんですけどね。まああの彼とかそんな感じよね、なんか器が大きくてね。でこれとかはとにかく何もない新しいことを進めていくときにね、一刀掲げて暗夜を歩く、暗夜を憂うん中れ、ただ一刀を頼め。だけんその自分が思っとうこの志が正しければ心配せんでいいよ、それに向かっていきなさいっていう言葉なんですけどね。ちょっと不安になったときは私いつもこれをいつも見るんですよ。だけど間違ってないかなかっていうのを確認するときにこの一刀というのがね大事かなと思います。まあこれは私が自分なんですけど、まあとりあえずこれ原子視力、原子視力、はい、原子視力です、原子視力です、はい。だけどあの今日昨日ちょうど言ったことタイムリーで、でもそれがもう普通なんですよあれが、はい、うん、あの家庭訪問があるからって言うと急にあの家の掃除してるようではダメなんですでもうち家庭訪問やけでガタガタ掃除しようと思ったタイプやけどなんか大先生が来るみたいな、ね、まあそういうことありますけどねでもとりあえず人が来るかってガタガタ掃除しようとかガタガタか整えようとかいうのは本当ダメです、いつも当たり前にあるからね。ということであの昨日の話はあのそういうことなんでしょう。だから納得いったろこれ、はい、より納得いったろ、うん、ということで、うん、昨日言ってた話はあの大事な話なんです。なんか本当ね、質屋ってね、あのなんていうの、利益だけは追求するとか言ったら、本当まどろっこしい商売なんですよ。うん。でも、志のある仕事なんですよ。本当に。うん、ということで、そういう意味で、なんていうかな、なんかね、だけどね、そうじゃなくって外から見たらなんかえらいこう氷菓子みたいななんかイメージがあってさ、全然そのやりようことは全然違うから、だけどそうじゃないっていうのをこうなんかね伝えれたらいいなと思ってブログとかを5年やってて、で文章で書くよりも動画の方がより伝えやすいかなと思ってそんなことしてます。それでとにかく学ぶことを怠ってはいけません。だけどその書物を読んだり、それとその現場主義で現場を見に行くっていうこと、この実証主義って言います、こういうの実証主義、実際確かめてみるということ、これをやらないとダメです。だけどこんな風に聞いて分かっとうのはまだ正直分かってないんですよ。自分でちゃんと読んで何か現場を見に行くっていうことが必要であれば現場を見に行く、その積み重ねで気がついたら本物になっていきますということで、きついでしょうけど頑張ってください。きつい、きつい、たまにはまあ今年の夏特に暑かったけどね、いつもと違うけどね。まあでもとりあえずこの夏頑張ってよかったやろ、少しは、少しは自信がついたやろ、頑張った分自信が出るやろ。あ、そうですね。なので頑張った分だけ自分に返ってきますから必ず、ということで今後ともよろしくお願いします。春町、春町、売る買う預ける。春町、春町。
安くて便利な春町。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。